質問に答えるコーナー。はい、何でしょう。あの質問が来てます。はい、ちょっと気になったんでちょっと紹介させていただきます。はい、お願いします。はい、やっぱりマニアックは楽しいというね、まず一言。そこが気に食わなかったんですか。いやいやいや、 これはあのその一言でね、はい、先生に伝えたかったと思います、はい、やっぱりマニアックは楽しい、はい、先生、はい、還暦60歳からの人生って生まれた時からまた辿っていくのですが、うん、例えば幼少期恵まれた環境だったなら60歳からの数年は割と恵まれた環境になりやすいのでしょうか。前から疑問に思っていましたと。おー、うん、これあのね、質問自体がね、うん、あのマニアックだと思いますね。あのこれ多少占いのことを知ってる人の質問だと思います。あ、そうですか。うん、あのまあ、60で還暦って言って、ね、自分が生まれた年のこう干支とね同じものが回ってくるのは、まあ、割と世間で知られてるんだけれども、ね、それをもとにして毎年の運勢見るって占い方があるわけだけれども、ね、ってことは0歳と60歳って必ず同じものが巡ってくるわけなんですよ、うんうん、だからじゃあその60になったらまた元と同じでね、うん、要するに10歳の時の運勢が70歳の時の運勢と全く同じになるのかっていう、まあ、ご質問だと思うんですよ、ね。で確かに年回りでいくと60年目ごとに中国の占いでは同じものが回ってきます。ほう、うん、だけどやっぱり全く同じじゃないわけなんですよ、はい、占いの種類によっても違いますけれども1年単位の運勢よりもう一つ上のタームとして、うん、10年ごとの運勢とかって見る方法があるんですよね、うん、ですから年は60年目に同じのが来たとしてもその上に乗っかってる10年ごとの運勢っていうのは0歳と60では全く違うものになるんですよ。だから結果的には全く同じにはならないです。1年単位の運勢としては確かに同じものが来るけれども、はい、でも例えば0歳と60歳では現実的な環境も全く違うわけだから、うん、まあそうですね。例えばその年の運勢がすげえ金儲けにいいよっていう年が来たとしたって、うん、0歳で稼げないでしょ。だから現実に使いこなせるかどうかっていう条件が違うんですよ。はあはあはあ、なるほどね、うん、同じようにその結婚適齢期ってのが80になって来られてもちょっと困るわなみたいなのあるじゃないですか。うん、だからそういうのと同じなので巡るものは同じだったとしても現実要因として使いこなせるかどうかっていう違いがまずあるってことですね。ああ、そうですね。だから5歳と65ってことですもんね。まあ60違いであればっていうことですのでね。そうそれで環境の家族だったりそのね全然違うわけですね。まあそうなんです。だからそこの違いが一つあるよということとそれから1年の運勢より1個上のタームとしての10年後とは違うよっていうのがあるから、ね、まあ違う流れになりますよということなわけですよ。はい、ね、だって還暦でしょ。ええ、俺だよ俺。先生は俺去年還暦だもんね。はい、もうだからさ、まあ0歳のことなんか覚えてないけどさ。まあまあそうですけど。まあまあまあ、こっから先だけどそのね10年10歳までのそのなんていうかね出来事というかっていうのが先生のこれからので、まあまあ近しいものでは、そう1年の運としては確かに同じものが来るわけだから、うん、条件的に似たようなことは起こる気配はあるわけですよ。うん、そうなるとね、ちょっと楽しみというかね、そのいいことであればちょっといい、ね、そうですよね。でもなんか小学校入学前にすっげえ嫌なことがあるとさ、はい、これからまたあれが来るのかみたいなの嫌だよね。うん、そうそうそう、それもねあるからね、うん、まあ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 、全く同じではありませんので、まあまあまあ、でも楽しみにちょっと迎えてみて、還暦過ぎた人だけの楽しみです。なるほど、はい、ということになります。はい、はい、質問ありがとうございました。またいろいろお待ちしております。はい、ぜひください。はい、ではまた明日。はい。